どちらさんですかね。先ほどお電話差し上げたものです。お待ちしてましたよ、秋山社長。勝手に人の事務所に上がり込んで名前も名乗らない、フェアじゃないな。秋山さん、あなた、パク・ミレイさんは自殺じゃない、そうお考えのようですね。もう一度聞くぜ、誰なんだあんたは。警察組織の人間、そう思っていてくれれば結構です。そうは見えないけどね。まあそれはいい。警察の人間が俺に何の用だ。それもこんなコソコソした相方で。まず私の話を聞いていただきましょうか。パクを殺した犯人はダイナチェアでトレーナーをしていた荻田という男です。そこまではいいですか。続けてくれ。マネージャーの堀江をビルから突き落としたのも彼でしょう。しかし彼がダイナチェアの人間を殺した背景にはある組織が絡んでいる。私は今その組織を追っているんです。今回の事件、裏で糸を引いているのは近江連合のフロント企業として巨大な力を持つ大阪工業という会社です。大阪工業、バックに近江連合か。いや、この大阪工業というのが厄介な会社でね、決してボロを出さない。専務をしている金井家門という男が実動隊として動いているという情報以外、我々警察も何もつかめずにいる。金井？荻田と一緒に行動していたようです。人弁紙を使ってパクの遺書を偽造したのもその男です。なるほど、あいつか。我々警察は事件後彼らを泳がせて監視を続けています。近江連合は今7代目の後目争いで何が起きてもおかしくない状況でしてね。そういうわけでこれ以上あなたが首を突っ込むのはやめていただきたい。本当かい？俺には首を突っ込めと言ってるようにしか聞こえないんだけどさ、あんたの目的は何だ？忠告はしましたよ、秋山さん。いろんなのが出てくるね。まったく、大阪工業に近江連合か。パクさん、あんた何に巻き込まれちまったんだ。儲かってまっか、スカイファイナンスは。またあんたか。今度は話せる人間を連れてこい。そういやあんた、袴田さんだっけ？近江連合の人間だったな。そうや、近江の怖さ知るんはこれからやで。グッドタイミング。は？実はさ、近江連合のフロント企業っていう大阪工業って会社で専務やってる金井って男に会いたいんだけどさ、ちょっと案内してくれない？大阪工業やと？お前どこでその名前を？答えは？これはただの仕返しだけはすまんようになったな。なるほどね、やっぱりそういう感じの間柄なんだ。何を調べようとしてんのかわからんけども、その名前が出た以上しっかりその口塞いでおかんとな。死ねえ！Shut up!
さてと、それじゃあ家内に会わせてもらおうか。何する気や、お前。あんたには関係ない話だ。家内はどこに行けば会える？確か蒼天堀から車で1時間くらい行ったところに大阪工業のオフィスがあったはずや。そこに行けば会えるんとちゃうか。ずいぶんと町から離れたところにオフィス構えてるんだな。そらそうや。あない物騒なもんが町ん中にあったら大変やろが。まあ専務ともなれや外回りの仕事は下っ端に任せて、普段はオフィスでデスクワークでもしとるんとちゃうか。デスクワークね。俺が言うのもなんだけど、そんなたまには見えなかったけどな。いずれにせよこちらから出向くしかなさそうってことだな。ああそうそう、あんたと会うのももうこれっきりにしたいんだけどね。いいよな。わかった。俺もよ、もうあんたの顔には飽き飽きしてたとこや。やっと意見があったな。